ミックスパネルでアプリの KPI を可視化、グロースハック実現のポイントについてのセミナーを始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。まずはじめに、私の自己紹介からさせていただきます。私、国崎正夫と申します。クラスメソッドでは、アライアンス統括部のサービスグループに所属しております。 主な業務内容としては、ミックスパネルの導入支援や伴走支援を行っております。ミックスパネルの認定パートナーの資格も取得しておりまして、ミックスパネルについては、それなりに詳しい説明ができる所存でございます。そんな私がお届けする本日のセミナーなんですが、こちらのアジェンダに沿ってご紹介をさせていただきます。前半にミックスパネルについての話をさせていただき、後半にクラスメソッドが提供するプランについてのご紹介をさせていただきます。 まず、はじめに、グロースハックという言葉について、聞いたことはあるけど、定義までは深く理解していないという傾きに、こちらの説明をさせていただきます。クラスメソッドでは、このグロースハックを、自社のサービスを成長させていく手法と捉えております。ここで言う、自社のサービスの成長とは、顧客単価のアップを指すアップセルや、サービスの購入回数を増やすクロスセルを行うことで、売上アップにつなげる、 いわゆる LTV を向上させることを指します。この LTV を向上させるための手法、いわゆるグロース発行を実現するには、ある工程を繰り返していく必要があると考えております。その工程とはこちらの5つになります。左から順に話をさせていただくと、まず現状把握で自社サービスの置かれている状況を分析します。その分析をもとに自社サービスを伸ばす。 または改善するための仮説を立てます。実践で仮説に基づく施策の実行を行い、検証で実践された施策の分析をします。結果改善につながれば、それはグロースハックの実現に一歩近づくことができ、改善につながらないようであれば、現状把握の分析、仮説の新たな考察の工程からやり直します。この工程を繰り返し行い、改善を積み重ねていくことで、 グロース8個実現することができると弊社では考えていますが、ミックスパネルを活用すれば、よりこのサイクルを効果的にこなすことができるとも考えています。具体的なミックスパネルを活用するポイントとしてはこちらです。弊社では、より早期の改善を実現するために、現状を把握と検証の部分で、プロダクト分析ツールであるミックスパネルを活用することを推奨しております。 その現状把握と検証の分析が早期の改善につながり、グロースハックを実現していくと考えます。ただ、ミックスパネルを活用するといっても、誰でもすぐにグロースハックにつながるような分析ができるものではないという認識も弊社では持っております。ミックスパネルを効果的に使えている人もいれば、導入しているけど効果的に使えていない人もいるのではと考えます。この2パターンに分けられるユーザーには、 こちらのような違いがあると弊社では捉えております。効果的に使える人は KPI を立てている。KPI に紐づくイベント計測をしている。分析しやすい計測ができている。逆に使えていない人は KPI を立てていない。KPI に紐づくイベントを計測していない。分析しやすい計測ができていない。このような特徴があります。では この効果的に使えていない人が効果的に使える人になるためにはどうすればいいか。ここでも紹介している通り、まずは KPI を立てるようにすればいいのですが、その作業が自分でできないという方のために、MixPanel では効果的に使うための補助ツールを提供しています。それがこちらの MixPanel 測定フレームワークとトラッキングプランです。各ツールについて紹介をいたします。 ミックスパネルではこちらのフレームワークを提供しています。各項目の中に用途に応じての指標を入れて作成する流れとなります。具体的にはこちらの指標を入れる形となります。一番上のフォーカスメトリックスに最重要ビジネス指標を入れます。そしてその下の L1 メトリックスに5つの項目に沿っての指標を入れることになります。左から説明をさせていただくと、リーチは獲得の指標。 アクティベーションは新規ユーザーの行動指標。エンゲージメントはユーザーの制約を図る指標。リテンションはユーザー維持率を図る指標。ビジネススペシフィックには左四つとは異なる指標を入れます。L2 メトリックスでは L1 メトリックスを保管、またはフォーカスメトリックスや L1 メトリックスに付随する指標を入れます。実際の e コマースを例に埋めるとこのような形になります。 フォーカスメトリクスには、ウィークリーアクティブユーザー、週間アクティブユーザーを入れ、リーチ獲得指標には、6ヶ月以内のアクティブユーザー数を入れる。アクティベーションには、直近1週間以内の新規ユーザーの初回購入数を入れ、エンゲージメントには、アクティブユーザーのコンバージョンレートを入れます。リテンションには、30日以内のリテンション数を入れ、ビジネススペシフィックには、 平均単価、または購入にかかるまでの日数を入れます。L2 メトリックスには L1 メトリックスを補足する内容として、リテンションで7日以内のリテンション数、あとは購入数割る検索数の数値、もしくはカート放置率などの指標を入れるようにします。こちらはあくまで一例となりますが、ご覧のように各項目に沿った指標を記載することで、ミックスパネルの分析で何を目指すのかを具体的に可視化することができます。 続いてトラッキングプランの紹介です。トラッキングプランでは先ほどのフレームワークで立てた KPI に紐付けるイベントはどれかというのを整理するために活用します。ごちゃごちゃと並んでいますが各項目の概要をまとめるとこんな感じです。これらの項目を各イベントごとに埋めていくことでグロースハックのための分析をするのに測定しなければいけないイベントは何かを整理することができます。ご紹介した測定フレームワークとトラッキングプランは 公式ドキュメントのチュートリアル配下で確認できます。活用されていない方は、ぜひこちらのツールを活用することをお勧めします。ここからはミックスパネルの機能について、私が実際の画面を操作しながらデモをお伝えします。こちらのデモではフリープランの上のプランで使える中上級者向けの機能の紹介をいたします。 まず、コホートという機能についてお伝えをさせていただきます。コホートなんですが、フリープランでは使えない機能になっておりまして、まあ、グロースかエンタープライズプランで使える機能になっております。でコホートって何な,何なのかと言いますと、ユーザーのグループ化をする機能となっております。実際にじゃあどうやってグループ化をするのかと言いますと、二通り作り方はあるんですけど、まず一つ目の作り方をお伝えさせていただくと、 右上のですね、こちらのデータベースっぽいですね、メニューのアイコンをクリックしていただくと、ここにコホートというのが出てきます。ここをクリックして作成をいたしますと。まずここに今出てくるのは、まあ、既に作っているコホートがある場合は、ここに一覧で既に作られているコホートが出てきます。新しく作る場合は、このクリエイトコホートをですね、クリックして作ることができます。 で、コホートというのは、え、先ほどお伝えしたように、ユーザーのグループ化になりますので、え、ここではそのグループ化の条件をですね、指定することになります。女性のグループを作りたい場合は、ま、ここでですね、ジェンダーで女性を選んでいただいて、で、今、え、これ、女性の方が6000人いますよという表記になっています。この条件なんですけど、え、複数の条件をですね、重ねることができまして、今、例えばじゃあ、ここの女性、 かつ、例えば、お気に入りですね。ユーザーが登録しているお気に入り数とかの、まあ、データも取れている想定なんですが、こういったデータがありますと、まあ、このお気に入り数が、例えば、2つあるユーザーとかっていうのも条件で加えることができます、ね。で、例えば、EC なので、注文完了をしたお客さんとかで絞りたい場合は、まあ、こういったですね、ユーザーの性別のユーザー情報だったり、まあ、お気に入り数という、そのアプリに起因するですね、 え、ユーザーの登録情報だったり、あとは、ま、その注文の購買データとか。こちらがミックスパネルの中で取れているのであれば、それを元にしてですね、こういった感じでコートを作ることが可能になっております。今、これ指定したのは、直近30日以内に注文完了を1回以上したという項目を今追加してるんですけど、この注文完了のですね、この項目もですね、いろいろ設定することができまして、今、これ例えば1以上とかしてますけども、もちろんこの通常ですね、 回転にとすすることもできますしで例えばこの直近30日以内の今これ注文完了2以上のユーザーとなってますがここでですねファーストタイムフィルターっていうのをすると、えー、直近30日以内で初めて購入をしたというような条件を加えることもできますで今ここでですね3つの条件をですね、えー、設定しているコボトになるんですけどこれは女性でかつ、えー、とお気に入り数 が2つあって、直近30日以内に注文完了をしたユーザーという条件指定になっております。このユーザーがじゃあどんぐらいいるかといったら5とかなっておりますけど、まあ、5名のユーザーがいて、例えばこれでグループ化を作りたい場合は、もうここでですね。<laughs> でですね、このユーザーのコフォートが一体どういう条件で作っているのかというのをこういったタイトルに書くとですね、 のちほどこういったコホートを使ったレポート分析をするときに、えー、分かりやすくなります。まあこれでまあクリエイトコホートとかも。 するとここにですね、まあえー、コホートが新しく追加されましたと。これが、まあえー、コフォートの作り方の一、えー、つですね、一つのやり方となります。もう一つのコフォートの作り方は、イベントをですね、えー、先に指定をして、そこの分析からコフォートを作るというやり方があります。例えば、こちらのインサイトレポートのですね、画面を例にお話をさせていただくと、今こちらの画面では、えー、この指定した期間、2023年の5月2日から6月1日の間に、うんまあ、アプリ起動を した人の、えー、イベント推移がこんな感じでこう出ていますよね。例えば、ここでですね、このイベント推移を見ていて、この5月28日だけポーンとこう大きく伸びているところがあって、まあ、ここのユーザーをグループ化したいなどといった場合にどうやって作るのかといいますと、ここでまあボタンをクリックしてですね、ビューユーザーを選んで、で、これユーザーが出てきますので、これ c r e a t コホートというのがありますので、まあ、ここをクリックするとですね、この2023年の えー、5月28日、えー、アプリ起動をしたユーザー。というのがですね、もう簡単に、えー、このイベントグラフからコートを作るというのが、えー、できるようになります。まあ、実際にコートの画面を見てみると。 これですね、2023年5月21日アプリ起動したユーザーというコフォートが作られるようになっております。まあ以上がコフォートの作り方になります。それではこちらでですね、インパクトの説明をさせていただきます。インパクトのページに移をするとですね、まずこちらですね、3つの項目を入力する画面になります。まずローンチイベントでですね、 今回のこのインパクトで計測をしたい、まあ起点となるイベントの指定を行います。EC アプリを例にしてお話をさせていただくと、例えば検索の機能をですね、この2023年の5月3日に追加をしたと仮定をします。この検索機能を追加することによって、例えばじゃあ注文完了にどのような影響があったのか、 見たい場合に、その影響を見たいイベントの指定をですね、このインパクテッドイ,ンペイベントで指定をします。で、注文完了の、例えばもうちょっと細かいところで言うと、承継。注文完了の、えー、購入するときの金額に対して何かしらこの検索を加えることによって影響があったのかを分析したいといった場合は、ご覧のような感じのイベント指定を行います。そして、このユーザーディフィニーションでですね、 これらのこのインパクトの影響を誰を対象に測りたいのかというのを指定します。選択項目としては2つありまして、オンリーザインパクテッドイベントだったら、このインパクトイベントで指定したこの注文完了をしたユーザーのみを対象に反応を見たいという分析になり、エニーイベントだったら、この注文完了に限,限らず何かしらのですね、イベントを計測したユーザーを対象にするというふうな感じの分析になります。今回はこのオンリーザインパクテッドイベントので可視化をしようと思います。 で、下にスクロールをするとですね、実際にご覧のように、ユーザーのですね、その、ローンチイベント、5月3日の検索を境に、どのようにユーザーの反応が変わったのか、というのが、こちらグラフで可視化されるようになっております。青のグラフはですね、今回のローンチイベントである検索を実行した時のユーザーの注文完了の動きがどうだったかを可視化しております。こちらの0のところが起点の日となりまして、このま起点を境にですね、 まあ左と右で見比べると、検索機能がローンチされた後の注文完了というのが、まあ左に比べて右がやや上がっているなというような、まあ見方をすることができます。この赤のグラフはですね、その検索機能を消化しなかったユーザーの動きを表しております。その検索機能を操作していないので、まあその別検索機能を起点にですね、前後の動きを見ても、まあ右と左で、まあ大したあまり動きとしては変わってないなというのが可視化での 影響でわかるようになっております実際に具体的な数字を見たい場合はですね、この下のところのですね、まあ、テーブルを見ることによって、それぞれのそのユーザーの比較というのが数字で可視化をできるようにもなっております。実際に概要などに関しましては、こちらまあ英文になるんですけど、えー、英語のところでですね、それぞれの数字がどのように変わっているのかというような,うような説明もされております。 続いて紹介するのは Find Interesting Segment の機能になります。こちらはパネルレポートで使える機能になっておりまして、具体的にどういった使い方をするのかといいますと、例えばパネルレポートでご覧のですね、イベントを指定した分析を行っているとします。アプリ起動をした後のユーザーがどのぐらい注文完了まで遷移しているのかというようなパネルでレポートを作成したとします。で、こういったレポートを作成したときにですね、まあ、あの、このその遷移率が パネルレポートでは表示がされるんですが、その下のところで、Find Interesting Segment というボタンが現れます。こちらをクリックしますと、Mix パネルでですね、登録をしているメールアドレスにですね、このセグメントごとにどのようにこの数字が変わったのかというような分析がですね、メールで飛ぶようになっております。実際にどういうメールが飛んでいるのかというのを確認しますと、ご覧のような メールになりますこちら実際に飛んできたメールの画面になるんですが、まあ、上からですね、まあ、コンバージョンレートがえーどのように変化しているのかとか、でコンバージョンの実数がえどのぐらい期間によって変わっているのかというような統計の数字が出ていたりします。何に対して変化があったのかといいますと、ここにですね、その対象となる分析の期間が表示されるようになっております。今回の場合だと2023年の5月3日から 2023年の6月2日とその前の前月期ですね。前月期がどう変わったのか。というところの比較がですね、こちらのメールで飛ぶようになっております。この前月期と比べて先ほどのですね、ファネルレポートで表していた繊維率がまあどのように変わったのかというところがですね、ご覧のような感じで表になってですね、メールで送られるようになっております。 実際にサンプルデータをもとにエクスペリメントの説明をさせていただきます。計測する AB テストのエクスペリメント名を指定をします。こちらの名前に関しましては、実際のエクスペリメントタグを指定するときに指定するものになりますので、何か決まった名前があるというわけではありません。そのときのタグで指定したところの名前を活用することになります。で、ボードのところなんですけど、ここで指定するものは、今ミックスパネルのボードで作っている項目になります。 そのミックスパネルで作っているボードの項目がですね、こちらのゴールメトリックスに表示をされるようになっております。コントロールはこの真ん中のオリジナルのところの数字になります。このオリジナルのレートに対してバリアント、AB テストのテストの項目がそれぞれどのように変化をしたのかというようなのがこちらの画面で確認できるようになっております。こちらがエクスペリメントの機能となっております。 シグナルで分析できることとしましては、分析したいユーザーのイベントと相関関係のあるイベントを可視化することができます。具体的にこちらのシグナルの画面を用いて例をお話しさせていただきます。まず一番上の項目で分析をしたい対象の期間とユーザーを指定をします。今ご覧になっている項目だと、すべてのユーザーで期間は全四半期、ラストクォーターの期間という指定になっております。 次に、この show me how のところで、この指定したユーザーと機関の目標とするゴールが何なのかを指定をします。この場合、例えば、3回の注文というふうな指定をしてみます。そして、この最後のところなんですけど、ここは、この show me how で指定したイベントとの相関関係を見たいイベントを指定することができます。 何かしら固定のイベントを指定するのも構いませんし、この3回の注文完了に対して相関関係のあるイベント一覧を見たいといった場合は、この You r Top Events を指定すると複数のイベントが表示されるようになります。まとめると、今こちらの条件指定ででは、全市販機の全てのユーザーの中から3回以上注文完了した人と相関性の高い上位イベントはどれか、 という分析設定ができていることになります。こちらの結果を見る場合に、こちらのボタンをクリックします。すると、ご覧のように、注文完了、3回以上の注文完了と相関性の高いイベントの一覧が表示されます。この中でざっと見ると、一番相関性が高いのは、この注文開始になりますので、これをさらに深く分析をしてみます。すると、ご覧のような色分けのされた図が表示されますが、 この緑になっているものが、俗に言うマジックナンバーと言われているもので、一番相関性の高いイベントになります。これがどういうことを表しているかと言いますと、この13日以内に2回までの注文開始をした人が、一番3回以上の注文完了を行っているというような分析ができるようになります。つまり、これらをもとにどういうことが言えるのかと言いますと、 3回以上の注文完了を増やしたい場合には13日以内に注文開始を2回させるイベントをこなすようにすれば必然的にその可能性が高まるということを表しています。以上がミックスパネルのデモ紹介となります。最後にクラスメソッドが提供するエンタープライズプランの紹介です。クラスメソッドのエンタープライズでは通常のエンタープライズプランに加えてご覧の3つの支援をさせていただきます。 各支援について詳細をお伝えします。まず KPI 設計の支援は本セミナー内で紹介した測定フレームワークとトラッキングプランの作成支援になります。フレームワークとトラッキングプランを自社内で作成するのが難しいという方向けにミックスパネルの認定パートナーを保持する弊社スタッフが作成の支援をさせていただきます。具体的にはオンラインでの MTG を行い、お客様と 事業、目標などの指標をディスカッションさせていただきながら作成支援を行います。FAQ の取り次ぎサポートは、ミックスパネル公式サポートへの問い合わせ代行となります。現在、ミックスパネルの公式サポートは日本語対応を行っておらず、すべて英語でのサポートとなります。英語が苦手なお客様に代わり、弊社スタッフがお客様の問い合わせを代行させていただきます。3つ目は、弊社取扱サースの導入支援及び連携支援になります。 ミックスパネルを他の s a ズ s 製品と連携することで、より角度の高いグロースハック施策やコストパフォーマンスの良い運用体制を構築することもできます。クラスメソッドではミックスパネル以外も様々な s a ズ s 製品を取り揃えており、各製品ごとに精通したスペシャリストが在籍しています。導入にあたっての支援や連携に関する支援も行っておりますので、ミックスパネルと他 SARS 製品の連携に興味ある方は、ぜひお問い合わせください。 お問い合わせ方法ですが、クラスメソッド、スペースミックスパネルで検索していただければ、一番上に弊社のですね、ミックスパネルの紹介ページが表示されるようになっております。こちらをクリックしてですね、中にはあのお問い合わせのボタンがございますので、そちらからお問い合わせをいただければ、弊社スタッフがですね、ご紹介したプランについてのご案内をさせていただきます。ミックスパネルでアプリの KPI を可視化、グロースハック実現のポイントのセミナーを終わらせていただきます。 ご清聴ありがとうございました。皆様のお問い合わせをお待ちしております。それでは失礼いたします。